さっさしーさっさへへい。のべさんこんばんは。こんばんは。今回の企画ですね、漁師がうまいと思う海鮮丼は誰が食べてもうまい説、これ検証していきます。なるほど、説得力ありそうだね。あ、一応ね、海鮮系寿司とか刺身とか、うん、普段から魚扱ってる漁師、そんな一人前でも、ね、全然何でもないんですけど特に美味しいと思ってるこの海鮮丼屋があるんで、ここをちょっとミコにも紹介したいなと思って、うん、前々からね、うん、そうそうそう、ずっと行ってて、そうそうそう、ようやく今回撮影許可が降りたと。そうそうそうよく来るんですよこっち。そこがこちら、ゴッドママさんですね。マジでよく来るんで、うん、まあいろいろメニューあるんですけど、僕特に海鮮丼が好きで、海鮮丼の中にもやっぱりそのセットがあって、その味噌汁だったりいろいろあるじゃないですか。これひっくるめてこの海鮮丼のランチっていうんですかね、うんうん、これが好きなんですよ。あ、ぜひミコにも食べてもらいたいなと思って。食べたい、はい、マジで絶品なんで、ここよりか美味しい海鮮丼俺見たことないんで、マジで。お、はい、言い切るね。ここしか食べたことないんじゃなくてちょっと回って、うん、ここが一番うまいんで、うん、ミコに食べてほしい。こいつ結構食べてるからあっちこっち、うん、まあ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 だね絶対楽しみだね。こんな感じだね。そうそう、で店内ちょっとお客さんいるので、うん、まあ、なるべくお客さん映さないようにしないといけないから、まあ単にね映せるか分からないけど、ちょっと見える範囲で OK です。あとメニューと、はい、でおすすめの海鮮丼と紹介していきたいと思います。 OK です。それではよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、ランチタイムでこの辺のメニューが多分定番なのかな。そうで、まあ、日替わりが結構おすすめされるんだけど、その中の、まあ、海鮮丼を俺はおすすめしてるんで、今日は海鮮丼ぜひね980円、それ以外に食べたかったらもうぜひ、ね、あの別の機会に来てください。 OK、 じゃあ早速、うん、お店の中入らせてもらえますか。はい、そうですね、取材を受けてる、取材を受けてます。また何ですか。あの自分の中は沖縄県宝付き、はい、魚付き、あ、クラブ、魚付きって付くやつ、付き魚付きクラブ、そうそうそう。これでも出してもいいですか。私も、あ、ぜひどうぞどうぞ。本当は説明したくないぐらいですけどね、あの別にいっぱい入ることはところから別の現象を取ってるコンタがあっちです。コンタあっちか、そうそう、あっちあっちあっち、西野さんがいつもカウンターあるし、ぜひ来た際は吉田伊藤も絡まないでほしいって言われて、そっとしといてと。全然いい、あっちは個室ですか。個室です。あ、いいっすね。今日先約がいたのでこっち入れなかったですけど、ね、いいっすね。そこいろいろ来られてますね、はい、ここにまだ吉田の、はい、まあ、まあないですね。まだないですね。まだないですね。ないですね。あ、これママが作りました。いいすごい。あの人生は遊んだり勉強したり、またたまには休んだり、うん、作りました。あ愛があるっていうことがしっかりでしょ、うん、そうだね、それが一番ふさわしいやるだな。やっぱりね、この海鮮丼も美味しいんですけど、はい、そのメニューの中に入ってる味噌汁だったり、そのセットが好き。あ、まあ、もう名前の通り、見たでしょ、ゴッドママ、うん、ママだね。もうゴッドだよね、神だよ、本当にね。ゴッドママからもパワーもらえるかっていう。ママが人気なとこもあるかもしれない。そうそう、それもあると思うよ。パワフルで元気だなって感じで。これちょっとあれかな、メニュー見てみますか、ね、夜と多分ね、あれは違うで、これ多分夜のあれかな、夜だはずね。これはその日で変わるんですか、じゃあ、はい、ビタローとかハンゴーとか、はい、その日であの入ってくるのが、はいはい、の違いますので、毎日今湯が入ってくるんです。で、お刺身も、海鮮丼のお刺身も合わせのファイアの方から取っておりまして、はい、新鮮なお刺身なので毎回若干変わるわけよ。ネタっていうんですか、はいはい、そのちょっと話してるわけよ。そうですね、吉田さんって言ったら、はい、海鮮丼しかもうここから入ってくる時で、もう海鮮丼、もう作り始めてる、もう吉田さん、車入ってきたときは海鮮丼準備みたいな。あ、もうはいはい、準備してるんですよ、はいはい、で自分はその気になる海鮮丼を今回食べさせてもらうと思うんですけど、はい、吉田もこれ今数あるメニューを紹介してもらったけど、海鮮丼やはり海鮮丼
メニューはじゃあまた後日。あ、そうですね。はい、今日は解説食べてほしい。はい、あとは気になる人は自分で来て食べてください。はい、昼は11時半から2時までです。そう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 。海んちの人からするとさっきのほら本日のお魚みたいなのさ、あれを好きな調理法でやってくるってのはよくない？あ、確かにそうだよね。今言う食べた人いっぱいいるさね。それをやってくれるっていうのは結構いいかもしれない。お、来たっぽいっすね。海鮮丼出来上がりました。本日はあのマダイが入っております。あ、いいですね。はい、あのいつもね、はい、なんか具が少しずつ変わってるってことで、そうそうそう、嬉しいとのことだったので、はい、今日はマダイがもう入ってまして、デザートがミルク餅になってます。あ、これもね、はい、毎回変わったりする。はい、そうそうそう、手作りです。いつもこれもまた煮物で、そう、これも毎回変わる。はい、今回はあの沖縄バージョンで三枚肉とかごぼうとか、はいはい、そうこんにゃくとかの煮物です。味噌汁は安定ですか？毎回変わらないです。そうですね、味噌汁はちょっと具が変わったりもします。お味噌何を使われてるんですかってよく聞かれます、はい、吉田以外からも聞かれるってことですね。はいはい、そうです。味噌汁定食ってありまして、それも人気があって、沖縄の味噌汁も、はいはいはい、あれも人気があります。お味噌が美味しいって言われてます。何か入ってるんですか？そうです。あ、皆さん言います。何か入れてるんですよ、私たち。そうですね、はいはい、危ないものじゃないですか。何か入れてるんですよ。あの見えないものです。あ、見えないものか。何でしょうか？正解やっぱ愛だよ。愛ですね。あ、そうです、うん、ハートです。ハートを入れてます。そうそう、はい、一番しっくりくる表現が愛があるんですよ、さっき言ったんですよ。あ、そうですね。愛を感じる。確かに。そう、はいはい、やっぱりそれだよ。はい、どうぞ召し上がってください。こういう飲食店紹介ではこういう、あのそうだよな、同じものが普通買えるよな、並ぶってことないんですけど、こんだけでも今聞いたら気になるのがこっちじゃなくて味噌汁なんだ。まずそうだね、俺も一回ちょっと味噌汁にくっつける。最初はどういうなんか甘くない？甘いな。俺いつも必ずこれやるんですけど、まずわさびは一回全部こっちに入れるんですよ、俺。これ俺流の食べ方ね。で、醤油をたっぷりと入れると。へぇ、そう、その上で全部溶かさないで、うん、この状態でかけるわけ、俺いつもね、うん、なんで溶かさないかというと、これも食べればよ。こうやって本当にこれ、うん、まじまじまじ、こうやってこれ味変したいからね、そのままでも美味しいから。うん、甘く感じる、これで甘く感じる、なんか全然そのままでも美味しいんだけどね。うん、美味しいけど、うん、普通にシンプルに美味しいんだけど、そう、あとはもうこうやって食べていくんだけど。そうそうそう、一応常連だなって思った。そうそう、マジで。で、わさび全部食べる、俺。うん、この量、うん、とか余すことなく食べる。すごいな、女性、うん、ちょうどいいぐらいのあれだね、うん、ボリューム感と。そう、そうそう、サラダと小鉢があるさね。そう、なんか健康的やね。健康的だね。そう、このゴッドママの愛がこう、うん、なんかメニューに入ってる感じだね。メニューにも入ってる。これ単体じゃなくてこのセットだね。このセットだね。このセットが一番好き。俺流の食べ方続けていい。うんうん、はい、じゃあ、タコとサーモンとキュウリ、そしてツーマ乗せてこう。うん。うまそう。もう考えずに手が動く、こうやって。うん。マジで食べていただきます。じゃあ全部。一口サイズにあれだね、細かくしてる。食べやすい、食べやすい。何軒か回った時に、なんかよく海鮮丼ってなんかこうイメージすると、エビがドーンって乗っかったりとかしてるっていう、まあ、あれもすごい見た目すごいゴージャスで、うん、まあいいと思うんですけど、なんせ俺、エビアレルギーだから、まずそこね。結構最近の流行りは海鮮丼、ドーンって一回が、まあ、今のブームっていうか、流行りだけど、イベントがびっくりしたわけよ、うん、あれ、シンプルでも結構細かく入れてるさね。そうそう、細かく入れて一口サイズで、ネタ同士をこっちでトッピングするわけよ、うん、口に入れる前にトッピングして毎回味変えるっていう、うん、すごいね。どうなんか楽しいよね。楽しんでるなと思った。俺は結構バーっていうイメージだわけ、うん、海鮮の、うん、じゃないじゃない。本当はカメラ止めてチャークインしたいけど。ちょっとそうだね、うん、ちょっと店紹介っていう話があるんだね。そうそうそう、うまいってもう伝わりましたよね。食べていいから。食べましょうね。コーヒーですね。アイスコーヒーと、
はい、ついてありますので、はい、どうぞ。これ食べた後にこのコーヒーをゆっちまちま飲みながら1時間半カウンターで居心地いいでしょうね。そう、そう、うん、で、ね、ゆっくりしていただけた方が私たちも嬉しいです、うん、はい、なんと、うん、秒で完食でしたね、うん、マジ早かったないつも吉田が外してもらってるデザート、うん、この餅のやつね、きな粉振ってるのかな、うん、これどうですか。めっちゃうまい、うん、めっちゃうまい今まで外したこと後悔してる。うん、マジ後悔してる返し、今まで取り返したいぐらい毎回これだよね、コーヒーゼリーだったりこれにも合うから、うん、コーヒーにもね、はい、ちまちま食ってたわけさ食ってるしって思うどっちでもまとめ基本的には俺いらないって言う、うん、基本的にはね。いや満足度高いね、これうまい、すごいな。これゆったりしてる時間いいね。そうそうそう、ここでゆっくりできるっていうのは。うで、ね、入り口の方にはあるか分からないけど子供用の、うん、なんていうのかな、ちょっとしたおもちゃみたいなのもあるわけよ。ファミリーで来た時にも、うん、子供が、ね、呼ぶ絵本とかあったりとかして、その辺のあれもなんか愛を感じる、ね。ああ確かにね。これゴッドママの人間味が出てるね、うん。そうそう、人間味が出てるわけよ。塩キャベツだったっけ？あ、よくこれこれこれ。別ですよね。一応締めに塩キャベツ。これはもうあれだね、その横浜ベイスターズの人がこれ作ってほしい、それから置いてるらしいですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。最高の店でしたね。ああ、よかったよかった。あんまり吉田の口を俺は信用してない、してない今まで生きてきたけど、今回ばかりは認めざるを得ない。ということで今回はですね、漁師が美味しいと思う海鮮丼は誰が食べても美味しい説。まあ、これ検証なんで、多分今から皆さん食べてもらって、それが立証されるかどうかは、ぜひコメント欄に残していただければと思います。今回はここですね、はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。こんな？はい。いきます。はい。